これ最後の砦なんですよ。なんとかもう一枚ひねり出したいときはこの釣り方が本当におすすめです。来ました、ヒット。ヒットは突然やってきますね。一応ヒラメですね。ちゃんとね、ミノーに反応して食ってくれました。ヒラメがたまらず食いついてくるっていうスロードライブ情報。投げてゆっくり巻くだけ、これだけですから。シュワレンシャイナーのリップをね、ヒラメ用にチューンすれば自分が欲しかった性能を全部カバーできる。いました、ヒット。はい、来ましたよ。まあいればこういう感じでねヒットしてくるんですよ。ヒットルアーは FJ バーチサールの125の S ですね。加工周りもねベイトが集まりやすいんでね、フラットフィッシュこうつきやすい場所なんですよね。ちょうどこれでも川の水と海の水の境目ですよ。来ました、ヒット。ヒットは突然やってきますね。さあ何がかかりました。この引きは上げてみますよ、上げてみますよ。一応ヒラメですね。いやー釣れました、ヒラメですね。サイズはだいぶ可愛いですけど、ちゃんとねミノーに反応して食ってくれました。魚が少ないのかいて食わないのかっていう状況ですね。本当に浅間爪に当たったり魚が釣れたりすれば、要は魚は岸に寄ってるという判断ができるんで、そういう状況を想定してねずっと粘ってたんですよ、釣れそうな離岸流で。まあそしたら食ってくれました。まあまずは1枚っていう感じですね。やりました。今ね10時20分なんですよ。朝から今日はすごい釣れそうだなと思ってる場所は、まあ、先行者の方も釣れなかったで、先行者の方が帰ってから入り直してで、しかもね結構同じところずっと打ってますから、 FJ バーティス R の SD 情報ですよね。要はゆっくり巻きながら何回も何回も通すと、ご覧の通りねヒラメが口を使ってくれるわけですよね。してやったりと今思っております。やっぱりね粘ってると釣れるんですよね、こんな感じで。フラットジャンキー FJ バーティス R125 になります。このミノーはねフローティングとシンキングの2タイプがあります。ベースはねご覧の通りシーバス用でねもうすでに発売されてますショアラインシャイナの Z バーティス R125 っていうのがあるんですけど、それのリップをねヒラメ専用にチューンした、言うなればヒラメ用のバーティス R になります。ではねリップをどうチューンしたかというと、普通ねリップを広角にすると面積が大きくなっちゃうんで、どうしてもねその分空気抵抗が増えて飛距離が落ちちゃうんですよ。やっぱサーフでは飛距離が重要なので、飛距離がねなるべく落ちないような形状に工夫した広角リップを採用してます。その結果ねなんと FJ バーティス R の125はフローティングでマックス 73m、 シンキングはねなんと 78m の飛距離を計測しております。これだけ飛べばサーフでもね十分戦力になりますから。さらにボディは、まあ、既存のチョアラインシャイナー Z バーティス R と同じです。ということはマグロックプラス R バージョン S っていうね非常によく飛ぶね重心移動システムが入ってるんですよ。でよく飛んで立ち上がりもいいっていうのが、ノーマルのチョアラインシャイナーの特徴なんですが、それは継承しつつリップの形状をねフラットフィッシュゲームに特化した形状にチューンアップしたのが FJ バーティス R だと思ってください。今目の前にモアモアが出てくからこうやって牛歩でどん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 右に打っていくと、どっかで突然コチなんでね、来ました、いました、ヒット。
はい、来ましたよ。FJ バーティスです。波打ち際のブレークを今ね、ちょっと変化がなかったんで、乱眼しながら探ってたんですけど、まあ今朝まずめっていうのもあるんで、巻きはやや早めなんですけど、まあいればこういう感じでね、ヒットしてくるんですよ。まあこっちです。はい、釣れました。マンゴチですね、いいサイズです。ヒットルアーは FJ バーティサールの125の S ですね。色はヒラメピンクイワシ。まあ朝なんで少し巻き早めというか、まあ普通のリトリーブで広範囲を乱眼していたんですけど、 FJ バーティスはね、普通に巻けばよりワイドなボブリングアクションね、ワイドアクションが出ますんで、ハイアピールになりますから、マンゴチなんかにも非常に効果的なんです。やりました。ちょうど流れにルアーが入ったところで釣ってきた感じですね。で、やっぱ肝は朝だから早く巻いたとは言ったんですけど、それでも普通巻きぐらいです。普通のリトリーブよりはもしかすると遅いぐらい。 FJ バーティス R はね、このぐらいの速度だともう本当にワイドアクション、バタバタアクションなんですよ。通常のまあ、シーバス用のバーティスよりは明らかにアクションが大きいんで、まあ、そういったところが、まあ、フラットフィッシュ特化型のね、ミノーっていうのがね、もう分かりやすいと思います。いやー、ほんと今向かい風真正面ですよ。こういう状況はミノーはかなり厳しいんですけど、こういうちょっと波っ気があるときはターゲットもね、風が上がってる可能性があるんで、ちょっと待ってくださいね。ここはね、SD 長方で粘りますよ。風は強いけど、FJ バーティスのね、この遠投性能というか、強風下でもね、安定した距離が出る遠投性能をね、最大限にね、活用して、はい、来ました、ヒット来ましたよ。さあ、何がかかった、ちょっと上げてみましょうね。なんかバタバタしてますね。ただ巻きでヒットしてきた魚の正体は何でしょう。マゴチかな。上げます。あ、こっちですね。はい、こっち釣れました。はい、釣れました。マゴチですね。ヒットルアーは FJ バーティス R125 のシンキングですね。で、色はね、ヒラメピンクマーブルの方かな。離岸流狙いで当たりがあったんでね、これは確実に魚がいて食ってくるなと思ったんで、派手な色にカラーチェンジしたところをすぐにマゴチが食ってくれました。 FJ バーティス特有のね、バタバタアクション、まあこれが効いたんじゃないかと思います。やりました。ヒラメマゴチ狙いで自分の中でね、一番ミノーに求めてる性能っていうのは、デッドスローリトリーブで巻いてもしっかりとね、ワイドウォブリングアクション、ボディを大きく揺らしながらバタバタと泳ぐアクションなんですよ。ヒラメっていうのはね、マゴチもそうなんですけど、バタバタしたアクションの波動に非常に反応がいいんですよ。なんですけど、大きなアクションを出すにはノーマルのショアラインシャイナーだとやっぱある程度の速度が必要なんですね。速度が速いと食いのいいね、活性の高いフラットフィッシュは追っかけてきて食ってくれるんでヒットするんですが、低活性時のヒラメマゴチとか、要は食いしぶり時、あと結構大型のね、警戒心の強い魚はあんまり早く引くとね、見切っちゃうんですよ。自分の経験上はそういう感じなんですね。なんですけど、ゆっくりヨタ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 引くと、これは食えると判断するのか、たまらず飛びついてくる。しかもね、目の前を何度も何度もそのゆっくりね、ヨタヨタと通すことでヒラメがたまらず食いついてくるっていうパターンもね、最近発見しまして、ね、まあ、それスロードライブ情報、ね、通称 SD 情報って呼んでるんですけど、まあ、そういうヒットパターンが、あるんですよ。今までジングとかワーム、
あとヘビーシンキングペンシルなんかをね一通り引いて魚を抜き切った後にさらにいるであろうね食いしぶりのヒラメをこのミノーのね SD 調法で何回も仕留めてきたんですよ。で、まあ、実際バーティスの SD140 っていうね要はスロードライブ特化型ゆっくり引いてもヨタヨタ泳ぐんですね。それでもヒラメは十分釣れますしアクション特化型のヒラメハンター ZSD というモデルもあるんですがバーティス SD のね140シリーズはね飛距離はめちゃくちゃ飛ぶんですよ。なんですけどやっぱりシーバス専用なんでねアクションがおとなしいんですよね。シーバスはねヨタヨタアクションの方が食うんでアクションを殺してある。それに対してヒラメハンター ZSD はめちゃくちゃワイドウォブリングアクションなんですがショアラインシャイナーほどの飛距離は出ないですね。自分がどうしても欲しかったのが飛距離が出てかつデッドスローで巻いてもバタバタとね大きなアクションが出るルアーで、さらに1年を通して使える要は中年を通して使える12センチサイズのルアーだったんですね。でそう考えた時にショアラインシャイナーの Z バーティス R は飛距離はね台湾で一番飛びますから。ってことはこのショアラインシャイナーのリップをね平べ用にチューンすれば自分が欲しかった性能を全部カバーできる。というわけでこの FJ バーティス R が今回誕生したわけです。デッドスローリトリーブでしっかり泳ぐという説明をしたんですが実際はね早巻きでも同じように強い波動を出すことができます。ただ巻きでも早巻きでもしっかりバタバタとねブラッドフィッシュの好むワイドウォーブリングアクションが出ますんでノーマルのショアラインシャイナーよりは圧倒的にヒット率が上がってます。フラットフィッシュが釣れるような要素をねてんこ盛りにしたフラットフィッシュ特化型のミノーがこの FJ バーティス R になります。ぜひ使ってみてください。